どうも、しねこです。今回もお化けの友達やっていきたいと思います。パート6ということで、前回の続きからになります。前回までですね、エンディングを5つ回収いたしまして、残すエンドは3つという状態に、ね、なっています。はいということでね、早速続きからやっていきましょう。さあ、前回ではですね、炎獣タイプで、もう片方のね、方のエンディングを見たんですけど、今回は、まあ、左上から順番にやっていこうかなということで、まあ、導きタイプにしようかなと思います。さあ、このタイプで現在ご紹介できるスタッフ2人、どちらが気になりますということで、前回はね、前回以前か。はですね、右側の、貴族さんってですよね。合ってるわ。さんの、まあ、エンディングをね、見ましたので、今回は左側の、藤村さんというね、まあ、このゴーストのエンディングを見ましょう。ということで、やっていきましょう。お約束はちゃうかったね。まだだったね。気が早かったですね。オッケー、ではでは、藤村さんを召喚しちゃいましょう。お約束はスキップします。もうね、もうパート1を見てください。藤村さん、黙ってどうしたの？この説明を聞くのも、もう何度目か。それは思ったよ。何か問題があれば、すぐ強く私を言うに連携できればすぐに駆けつけます。時々私も様子を見に伺いますので、いつでもご相談を。では、行ってらっしゃいという名の合体。ではでは、合体。始まりますよ。こうして二人の友達ライフが始まった。何？マキコ寝てる？藤村はかなりきっちりしたタイプだった。苦笑だ。昨日早起きすると言っていた。あと5分。もうちょい寝かせて。もう30分も動画を見ているが、今夜はレポートを進める予定では？これ見たら、初めのことだったから。いちいちの行動を見ていたら、どうも漫画と動画の日常に費やす時間が長い。他のやるべきことがおろそかになるほどだ。そんなに好きなのか？どうなんだ？どうなんだ？ハマる作品はとことんハマっちゃって、昔からの趣味って感じかな。私は君のような人間を何度か見てきたことがある。そしてそんな人間の人生を変える方法も知っている。私についてきてくれるか。え？何の見学行くんだ？何の見学行くんだよ、マキ君。何の見学行くん？ここって漫画研究サークルだ。漫研だ。違うか。なんて略すんだろうね。漫画研究サークルだ。夢中になれるもの、好きなものは人生を豊かにする。そして君が本当に欲しいのはただの話し相手ではない。好きなものを語り合える相手だろう。なんだって。違うか。でもドアを開ける勇気が。マキ君、ちょっとシュネコポイントが
ふねこポイントがあるな。おーっと、勇気ね。勇気ない、勇気ないのもふねこポイント。いらんわそんなポイント。ただノックス、ノックをするだけだ。怖いなら帰ってもいい。入った、入ったぞマキ君。おー、ようこそ。すいません、ちょっと気になって。ウキゆるい感情最高だから、そんなに緊張しなくて大丈夫。逆にシネコは困るな。シネコは困る。いや、ゆるい感じって言われてもな。いや、どう喜したらいいんだろうなっていう感じになりますね。まあそんな話はどうでもいいですね。しないことね、そんな話はどうでもいいよ。どうしよう、何の話をすれば。ほら、そこのヒーヤ、昨日読んでた漫画のキャラと同じだ。このキャラってあれですよね、あれですよ、この作品読んでまして。おお、仲間発見、わかるわかる、めっちゃいいよね。え、誰推し。やった。様子を見きました。で、あれになってる、あれだ。おどうした。マキさん、すっかり明るい表情になりましたね。振村さん、契約解消されてほしい。え、マキの心が現実の世界で満たされてきたことで、借りていた心の隙間が随分と小さくなった。私が入るにはあまりにも窮屈だ。きっともう一人でもやっていけるだろう。マキくん、またですか。もうどれだけ人間におせっかいよ。またやってんの。え、またってなんだ。藤村さん、またって何。昔からの趣味ってやつだ。あ、契約終了だって。なんか契約違反でね、まあ、契約解除させた、させた人もいてるけど、ちゃんと契約を終了させましたね。違反なんかしてないよ。すごい素晴らしいところでね、エンド3、巣立ちの時が来たようだ。あ、評価もないんだ。評価、あ、そうかそうか、まあないんでいいのか。さあ、これでなんかちょっとあくび出たような感じしますけどね。さあ、これで残すエンドは2種類です。あー、2種類ですって。いやー、あと2種類なんだって。わーですよね。何を言ってんでしょう、わーって。はい、ということで、さあ次回のエンド、残り2つのね、残り2つのどちらかのエンドを見ていこうかなと思います。ということで、もしの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さあ次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。